はい、では続きやっていこうと思います。今回ちょっとね、ジム戦ちゃんとやるんですけれども、この辺のポケモンを今捕まえてまして、裏でね、いろいろね、図鑑も進めてきたんですけど、ちょっとゴーゴートがいるな。あれ、ゴーゴートじゃない、メークルか。この子を捕まえようかな。かわいい。そしたらね、ちょうどね、うちのジューダスがレベル20になるので、これで経験値入ったらね。あ、ちょっと待って、これやばいの。じゃあ、大丈夫か。毒入ってるもんな。オッケーオッケーオッケー。おー、いいね。で、これで。これ今ね、セルクルタウンの、周りですね。多少レベルが高いけど、まあ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 。裏でね、ちょっとポケモンゲットしたりとかしてレベル上げてきたんで、全然いけるって感じですかね。おし、おー、ジュースレベル20。メークル、太陽と水があれば、体の葉っぱでエネルギーを作れるので、餌のない岩山でも生きられると。かわいい。進化するとゴーゴートになります。そう、あとね、パーティーね、もう一匹増えたから紹介しますけれども、あ、来た。よし、レベル20でね、ついにウーパー進化します。私の会いたかった子、パルデアに来て、ポケモンの中で一番会いたかった子、あー、来た。ドーちゃんということで、ジューダス、ドーに進化しました。かわいい。ドーちゃん毒じめ、トゲオポケモン。イケアの間のみんなそこで暮らす。背中にウッパーを乗せて泳ぎ対岸まで運んであげる。ですって。かわいすぎない？ちょっと。なんか図鑑のやつめっちゃ可愛かったんだけど、見て見て、ほらほら、こんな感じ。めっちゃ可愛い。なんだろう、オオサンショウウオとかその辺モデルにしてんのかな？どうすれか。いや、いいや。かわいいねー。ということで、これをやりたかったわけですよ、一番最初。あといないかな、ゲットしてない子。この子は？あ、この子初めてだ。はじめまして。ひらひな。なんか、草タイプって感じ。あ、違う、フェアリーか。ほほほほほ。どうちゃんいけ、あ、へえ。どうちゃんあれなんだ。背中から飛び生えるんですね。白い部分から。ちょ、ムーマがいるな。ムーマも欲しいな。シャーマンボイス。ちょ、モンスターボールで。ごめんね、ちょっと初手相変わらずゲットしてるんですけど、ポケモンを。ムーマもいる。ジョー！なんで？君入りづらいね。あ、ちょ、待って、毒だから。エスパーは良くない。おー、でも、ドーちゃん耐えます。スーパーボール使う？何個かあるけど。君入らないね。なんでよ。エスパーフェアリーか、この子は。ちょ、使うか、スーパーボール。はい。おー、来た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 。オッケー、ひらひな。なんだろう。あ、そうだ、新しいパーティーの子紹介しないとダメだ。ひらひな、フリルポケモン、エスパーなんだ。フェアリー入ってないんですね。荒れ地を走り回って暮らす大好きな木の実を取られると追いかけ回して復讐。怖っ。怖いね。見た目可愛いのに。はい。そう、私が、新たにパーティーにお迎えしたのは、この子です。ブラウニーって名前はドラクエのモンスターから取りました。ちょっと待って、ボックス、あれ、図鑑ってどうやって見るんだっけ？カヌちゃんってポケモンなんですけど、最終進化するとデカヌちゃんっていう、ちょっと面白い。見た目可愛いんだけどね、面白い名前のポケモンになります。本当はね、ニックネーム、キリュウちゃんって付けたかったんですよ、竜が如くから。でもニックネームがね、6文字がマックスなので、キリュウちゃんってなると7文字になって付けられないので無理でした。なので、ブラウニーって付けました。あれ、図鑑って何ボタンだっけ？図鑑。あ、マイナスだっけ？あ、来た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 。カヌちゃん。カヌちゃんどこだ？あ、ドーちゃんドーちゃんドーちゃん。これ、ドーちゃんの表紙めっちゃ可愛いね、これね。ドーちゃん。カヌちゃん、カヌちゃん。あったあったあった、ここやな。これ、この子かわいいの、かわいい。
で、フェアリー鋼タイプですね。鉄くずを叩いてハンマーを作る納得がいくものができるまで何度も作り直す。ちょっと職人気質な子みたいなんですけど。ということでゲットしました。やったね。あれ、君も初めてだね。カプサイジ。あれかなんか、唐辛子、なんかスコビランだっけ、なんか、ある、いるよね。それなのかな、最後。けど、おーちゃん。あー、倒しちゃった。まあ、昼間にも出てきそうやな。ちょ、夜にしか出てこない子をゲットしたいな。ムーマがさっき言ったんだけど、ムーマいなくなっちゃったかしら。あー、朝になるー。ムーマが欲しいよー。しょうがない。また夜になったら来るか。ん？君は？あ、これもまた新しい子やね。これ虫タイプか。豆バッタ。豆バッタ。いけど、おーちゃん。わあ！わあ！銃出す。ずいぶん可愛い銃出すだな。テールズ本編だとかっこいいんですよ、銃出す。なかなかちょっとモンスターボールだと厳しくなってきたね。お、ナイス、ジューダス毒の土下。これも君もスーパーボール使うか。ナイスはさ、モンスターボールとハイパーボールの見た目好きなんだけどさ、スーパーボールなんかいまいち刺さんないんだよな、見た目が。わかる人おる？これなんか ブルーの見た目がちょっとなんか、オッケー、よし、豆バッターゲットだぜ。あ、そうだ、あと14も受けないとね。さ、ごめんなさい、本当冒頭いつもポケモンゲットしてんだって感じやけど、バッタポケはまんまやね。え、ジャンプ力を生かして相手の攻撃をかわしながらダメージを与える戦い方が得意。はいはい、オッケー。まあ、ちょっと裏でね、またいろいろゲットしときますわ。あれ、セルクルタウン。あ、なんかずいぶん離れたところに来ちゃったんやね。私、この辺におったんか。さて、到着しました。セルクルタウン。ちょっとポケモンセンター行きたいな。ちなみにですね、ジムリーダーは、楓さんっていう女性の方です。あ、ここか。ここだね。え、セルクルジム、カエデ、別名、お菓子の虫。あ、だから虫タイプなのか。なんか、お菓子の虫ってことね。初めてのジムにおすすめ、虫ポケモンをモチーフにした洋菓子を作るパティシエ。普段は穏やかだが、勝負中は少し好戦的になる。いいですね、ちょっと。穏やかそうなお姉さんだけど、勝負は熱いっていう。いいっすね。回復しよう、回復。あ、そう、ポケモン勝負してますか、おじさん。はい。はい、6人。おー、ツバメ返し。はーい。回復しますね。さあ、この4匹でしばらく旅をしていきます。あと2匹もね、入れたいポケモン決めてます。1匹はね、もうね、すでに他のシリーズで出てるポケモンかな。リージョンフォームっていうわけでもないです。ただ、見た目がね、少しちょっとニックネームつけたいキャラクターと被るというか、まあ色的な問題だけど、似てる問題、似てるかなって思ったので、その子を入れたいと思います。で、もう一匹は、パルデアから出てきた子ですね。お、アイス増えてるかな？あ、増えてないか。同じやね。ここ、いらっしゃいませ。あ、お惣菜売り場だ！スライスエッグ。これは、サンドイッチかな？ポテトサラダ焼きチョリソー。ほー、美味しそう。チョリソーいいよな。辛くて好きよ。ここは？焼きたてのパン！パン屋さん。あ、ここもサンドイッチの材料やね。ハムスライス、レタス、玉ねぎスライス、マヨネーズ、ケチャップ、マスタード、ソルト、ペッパー、バター、クリームチーズ、ベリージャム、オリーブオイル。これピックもあるんだ。へー。VV ピックとかあるけど。ほう。ジム
行きたいけど、ちょっと待ってね。まずはちょっと散策よ、散策。これが普通の民家入れないんですね、今回のポケモン。もう残念やね。プラスパワー。入れないね。あ、え、ビビオンってさ、この、ナイス、ありがとう、ミライド。この綺麗な、オレンジの色ってあったっけ？ビビアン暮らしてた場所の手姿が違うらしい。こいつらどこから来たんだろう。ありがとう、ミライドン。あ、ジムここっぽいね。悩ませるね。人気なの。ムクロジで売ってるお菓子とっても美味しくて大人気なの。ムクロジ。ケーキ屋さんかな。お、ビビオンがいっぱいや。あ、なんかバトルコートになってる。ここで勝負するのかな。ね、お菓子の虫だから。楓さんのお店なのかもしれんね。ジムリーダーの。パン屋さんとかケーキ屋さんの匂いってたまんないよな。フラベベ。フラベベってポケモン、花の色がそれぞれ違うんだって。どんな色でもいいか僕の。あ、雪はみちゃんと。へぇ。雪はみちゃん。雪はみちゃん、うちにぬいぐるみあります。あ、ストライクだ。このトラックで。このトラックでオリーブを運んでいるんだ。収穫の時期大忙しさ。え、今回さ、なんかジムテストみたいなのあんの？どうなんでしょう。サンドイッチ屋さん。まず、あ、サンドイッチ、あ、こんにちは。はぁ、あ。もう変わんないね。まずはさ、ジムテストなんか微妙なんだけど、ポケモンの。どう思います皆さん。あ、ハサムだ！ハサムー！メタルコートを持ったストライク、通信交換でもらったらすごいことになった。ハサムもね、パーティー入れたかったんだけど、今回ブラウニーちゃんがいるから、ちょっとパスやね。ハサムめちゃめちゃ好きなんですよ、ポケモン。ゲンガーが一番好きだけど、同じくらいハサムも好き。かっこいいよね、見た目がね。うん。ジムテスト、なんか、剣盾から出てきたっけ確か。どうだったっけあれ。サンムーンあったっけ。いや、個人的にはちょっと微妙なんだよな。なんか、ジムトレーナーポンポンポンって配置して、なんか、ね、ジムの仕掛けを解いてジムリーダーのところまで行くとかだったら全然楽しいんだけど。いや、間にね、ジムトレーナーがいて、その人と戦ってっていう、なんか従来の方法だったらいいんだけど、なんかジムテストもさ、なんかどん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 複雑になってきたらさ、なんかちょっと複雑な気持ちになる。いや、そこまでせんでええやん、みたいな。まあ、人によってね、感じ方はそれぞれですけど、私はそう思いますね。さて、さあ、ジムや。セルクルタウンは、え、オリーブ収穫祭の真っ最中、ジムテストも祭り仕様になっているよ。やっぱあるのか、ジムリーダー。え、セルクルジムのジムリーダーは戦うパティシエ、カエデ。可憐な見た目に気を抜くなよ。カエデさん。カエデさんもなんかそこそこ人気高いジムリーダーさんみたいですけど、楽しみですね。お願いします。あ、ネモちゃんがいる。あ、ムーン。うーす。ジムに来たってことは、ジムバッジを集めてポケモン人間に挑戦するんだね。せやで。やった、そう来なくちゃ、誘った甲斐があったよ。このネモちゃんちょっと可愛いんだけど、キュンってなっちゃう。ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。これあげとく、私やと思って使ってる。なんだと、お守りくれんのか。あ、いいけどせ、センキュー、センキュー。ムーンがチャンピオンを目指してくれて本当に嬉しい。なんかこう、いても立ってもいられない。
その辺のトレーナーに片っ端から勝負挑んでくるね。怖いってお姉さん。もうほどほどにお願いします。虫タイプに。虫タイプに強いポケモン、攻めて攻めまくるわ。まあ、虫タイプだと、まあ、ルークかな。まあ、一番最初のジムやしな。ちょっとジューダス、お休みやな。よし、行こう。オリーブと間違えてミニーブを転がさないようにね。はい。じゃお願いします。セルクルジム。ようやく1個目だよ。挑戦者お名前を登録します。ムーンさんですね。当ジムリーダー、楓と勝負するには、ジムテストをクリアする必要があります。セルクルジムのジムテスト、オリーブ転がし、ふざけてんのか、ちょっと、普通にコロコロするだけか。オリーブの産地、セルクルでは、昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。オリーブを模した玉を転がして、ゴールまで運べばジムテスト、これ、もうなんか、そういうのじゃないねん、そういうのじゃないの。翌年は多くのオリーブが取れますよ。詳しいルールは会場にいるスタッフまでお尋ねくださいね。オリーブ転がし会場は街の北の方にありますよ。場所マップに登録しますね。それでは行ってらっしゃい。なんか、ジムトレーナーとのバトルがなんかどんどんね、なんか薄くなってきてるような気がするんだよな、ポケモン。まあ、ジムによってはちゃんとあったけどね、剣盾の時も。あの、メロンさんとか、氷タイプの。は、覚えてるけど。じゃ、マップ。どこジムって、あ、ここね。はい。あれ違う、逆や。普通にコロコロするだけなんか、なんか時間とかは特にない感じ。まああったら困るけど。あ、こっち？なんか、あ、ここだよね。何この赤いやつ。オリーブ転がし。はい。ジムテスト、オリーブ転がしは巨大なオリーブ玉に、体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。いくつもの障害物を乗り越えてゴールのカゴにオリーブ玉を入れることができたクリアです。はい。はい。コロコロすっぞ、コロコロ。よし、お願いします。ジムテスト、オリーブ転がしに挑戦。ピー。本当にただ転がすだけ？でも結構跳ねるね。あ、なにこれ？あ、ジムトレーナーか、これ。こんにちは。勝てたら近道。私に勝てたら近道通してあげる。オッケー。あ、よかった。ちゃんとジムトレーナーいるわ。はるみさん。コロトック。焼け尽くす。行くぞ、ルーク。ほら！ええねえ。ナイスー。さあ、通してもらおうか。ミニブたち、道開けちゃってー。さあ、引き続きコロコロしていきます。ジムトレーナー一人しかいないのかな。ちょめっちゃ跳ねる。こっち、あー、雨降ってきた。こっち、そう。あれ、いいんだよね、これで。で、あ、またいる、ジムトレーナーさん。あなたもミニ部の壁？この先がゴール。え、近道に試練の漬物、はい。お、コンパンだ。焼き尽くせ。ほら
虫は燃やす。あー、ちょっと待って、超音波やだね。頼む頼む、ルークルークルーク、おーし、一個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 、ええぞー。よし、おっさん撃退。止められない思い。ありがとうございます。あれ、ジムトレーナー2人か、まだいるかな、ちょっと見ていいですか。まあ、他に近道もなさそうだね。そうだね、2人か。コロコロ、あ、ちょ、また変な方向行った。ちょちょちょボインボイン、飛び越えて、飛び越えられない、嘘。ちょっとよし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 、あ、すいません、ちょっと一回切りました。藤田さん、なんかちょっと夜になっちゃったんだけど、まあいっか。さあ、じゃあ、ジムチャレンジ最後までやっちゃいましょう。じゃあオリーブを、あとちょっとここ、 OK、 はい、ここに入れればいいんだよね。イエーイ、オリーブ転がしに挑戦合格。さあ、バトルだ。楓さんですよね、一番最初のジムリーダー。昼間に会いたかったなー、ジム戦。ムンさんのおかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテストは合格です。おめでとうございます。ジムテストの結果を受付までご報告ください。ジムリーダーとの勝負もファイトです。おお、え、戻れた。プリンめっちゃ大量発生してんだけど。プリンとポプリン。昼間にしたかった。なんか龍が如くみたいにさ、なんか寝たら時間、コントロールできるようになればありがたいんだけど、はい、まあしょうがないね。あ、もしかして室内でやるかな、どうだろう、外でやるのかな。え、なんかバトルのコートあれだよね、外にあったから、多分外でやるんだろうな。さて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 、あ、なんか夜の街並みも素敵。ここに戻ればいいんだよね。よし、終わったぞ。ムンさん、オリーブ転がし大成功だったみたいですね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。ムンさんには当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。おかしな虫、ジムリーダー楓に挑みますか。はい、行きます。さあ、初めてのジム戦。楓さん、なんかファンアートで見たけど結構可愛い人やったな。あ、やっぱここでやるんだよね。あ、いたいたいた、おお、あ、そう、この人この人、ビビアンちゃん、ちゃんと召し上がれ。お菓子の虫、あ、かわいい、なんかちょっとママみがあるよね、なんか。あらあら、素敵なトレーナーさん、なんて言うんだろう、あの風花雪月のメルセデスみたいな、そんな感じがする。オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとうね。あら、自己紹介がまだだったかしら。ディスリー、ムクロジ店長の帰りです。あ、やべ、ムクロジの店長さんなんだ。あらら、今はセルクルジムのシフトだったわ。いけないいけない、ジムリーダーの帰りです。なんかめっちゃメルセデスやん、ほんまに。普段はお菓子を作ってるパティシエさんなんですよ。そう、風花雪月のメルセデスもお菓子作りが得意ですよね。
口に入れて幸せなお菓子も草木に潜む虫ポケモンも小さいけど大きな力を持ってます。足を救われないよう踏ん張ってくださいね。お願いします。一瞬で終わせたる。見てろ見てろ。お願いします。楓さん豆バッター、ああ痩せによったな君。虫ポケモン甘く見てたら痛い目見ちゃうかもですよ。個人的にはなんかさ、虫タイプよりなんかフェアリータイプ使ってきそうな印象あったんだけど、楓さん、まあ、お菓子の虫っていうからまあそうなるんやろね。よし、シャン焼け焼け。 BGM なんかいいね、なんかちょっとスペインっぽい感じ。タマンチュラ、タマンチュラも最初痩せでおったの、最初らへんに。レベル14、穴取れんね。いただき尽くせ。オッケー。さあ、ラスト1匹。あ、姫グマ、あ、テラスタル虫ってこと？なかなかやりますね。ここからどう転がしましょうか。え、テラスタルするとタイプ自体も変わるんだっけ？焼き尽くすにしてみる。めっちゃコントローラー震える。お、やっぱりわかり、あ、かわいい虫のテラスタルかわいいね。蝶々のモチーフ。焼き尽くせ、いけ。おお、さよなら余裕やね。ありがとうございました。よーし、あ、ドレインキス、ブラウニーちゃん、ええねん。ドレインキスはどうしよう。つぶらない瞳、攻撃下げる、妖精の風、メタルクロ、まあ、つぶらない瞳っていうか旅パは特にね、変化技じゃなくても攻撃どんどんやっていけばいい感じやからな。わーい。カエルさんかわいい。私のポケモンたちみんな虫の息です。あなたの強さ、勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。私ももっと進化しないとですね。改めまして合格です。やった。カエル得で手作りケーキも一緒にターンと召し上がれ。何これ、え、あ、これ写真撮れんの、ジムリーダーとめっちゃいいやん。セルクルジムクリアかわいい。ジムバッジを一つお持ちならレベル25までのポケモンは捕まえやすく言うことも聞きます。すごい食べっぷりだったのでデザートにわざましいもどうかしら。飛びつく、これ初めてかな。飛びつく、相手に飛びついて攻撃する、相手の素早さ下げ、あれ、いつからの技だっけ。飛びつく、冒険の途中で手に入れたわざマシンはわざマシンマシンで作れるようになりますからね。これからあなたの進む道が甘く優しくありますように。それではまたお会いしましょう。あー、かわいいまた会えますよね、楓さん。さあ、バチーコ手に入れたからまたチリちゃんのとこ行くかまた来たんかいなって言われそうやけど。あ、なに、誰だ、ロト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 、あ、ネモちゃん、はい。私のポケモン面白い技覚えたよ。あ、そういえばジムの調子はどう？いや、大変だった。冗談ばっかり。でもバチもらえたでしょ？やっぱりムーン誘ってよかった。私も各地を巡って徹夜でトレーニング中なんだ。プラネア地方は広いからマップを見ながら行く場所決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。多分、ワンゴロペッパーは何してるんだろう。それではまたどこかで会ったら勝負しよう。はーい。あ、そうだ、授業も受けないとね、授業も。さあ、今日は誰の受けようかな。え、なに、イベンティスある感じ？あ、大丈夫かな。じゃあ、ちょっと一回、戻りましょう。学校に。さあ、学校にさ、なんか一瞬で戻れるようになんか、なればいいのにね。授業も受けなきゃいけないから。あ、学校まで飛ぶみたいなさ。
あ、ファストパスすぐにできるだけめっちゃありがたいんですけど。さあ、本日の授業。学生たるもの、あれか、他の生徒たちもさ、宝探ししながらさ、授業を受けるために帰ってきたりとかするのかな。あ、なんかゲンガーがいる。あれ、いたっけ君、ゲンガー。さあ、今回は歴史バトル学家庭科、じゃあレホール先生の歴史いくか。はい、ネモちゃんいる。いや、貴様たち、昨日より一日分古くなったな。本日も歴史の素晴らしさを共に紐解いていくぞ。約2000年前、この地方はパルデア帝国によって治め始められた。パルデアの皇帝は極めて独裁的だったとされており、そしてエリアゼロ奥底に眠る財宝の言い伝えを熱心に信じていた。昔の人間は今ほど文明を進められてはいない。不思議な言い伝えやまじない、人知を超えた存在は信じやすい傾向にあるのだ。隣国へ対抗する力を得るため、皇帝は大勢の人間をエリアゼロの財宝探索へと送り込んだ。さて、ここで私と目があった哀れなものに詳しい。また私ですか。パルデア帝国がこの地を治め始めたのは約何年前だったか。2000年前って言ってたよね。よし、授業しっかり聞いているようだ。そう、約2000年前から長い大探索時代が幕を開ける。大航海時代みたいな感じか。しかし当時帝国が使わした冒険者誰一人として最深部へ到達できなかった。なんかメイドインアビスみたいな感じですかね。私は見たことないんだけど、メイドインアビスでもなんか地下探索の物語ですよね。過酷な道のりゆえか、未知なる存在と遭遇したか。難易度の高すぎる大探索は大穴のその神秘性を高めるのにさぞや貢献しただろうな。ああ、私も整備されていない当時のエリアゼロを探索したい。迅速なタイムマシンの開発が望まれることだよ。おお、レホール先生いいキャラしてんな。てか先生みんないいキャラしてるね。好きやで。さあ次はもう一個受けよう。じゃあバトル学、木原先生の。はい、料理が苦手な25歳。夜なのにお疲れ様です。本当みんな課外授業の宝探しは大好きだろうか。ジムを目指し脳をかけ相棒のポケモンと共に走る大冒険が待っているような。学外で行動していると大きく光り輝く結晶を見つけることも多いんじゃなく、ありましたね結晶ね。結晶は地中からにじみ出るテラスタルエネルギーの塊。結晶を調べると友達など誰かと4人でテラスタルポケモンと戦うことになる。その戦いはテラレイドバトルという。テラレイドバトルで戦うテラスタルポケモンは強敵だ。普通のポケモンと異なる行動を取ることがあるので気を抜くなよ。だがテラレイドバトルではトレーナーも応援という特殊な行動ができるんだ。応援には3種類ある。味方全体の攻撃と特攻を高めるイケイケドンドン。なんか、ドラクエの作戦みたいだね。味方全体の防御と特防を高めるガッチリ防御。命大事みたいな。そして3つ目は問題にしてみよう。味方全体の体力を回復させる応援は何という名前だろうか。癒しないでドバッと傷薬、爆裂回復波、爆裂回復波ってなんか、ドラゴンボールに出てきそうで面白いけど、癒しないでかな。これ?あ、やった!完全に勘でしたけど。三つ目は癒しのエール、体力を回復させ、状態異常も直せよ、すごいもん。めっちゃええやん。一回のテラレードバトルで3回まで応援できるぞ。ちなみに応援すると自分のターンを消費するのでポケモンの技は出せなくなるからな。結論、押してダメなら引いてみろ、それでもダメなら応援だ。仲間をサポートすることで開ける道もあるものだぞ。もう体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。それでは解散だ。はい、ありがとうございました。まあ、チリちゃんに突撃はまた次回にするか。よし、じゃああとはなんか親密度イベントがあるかどうか調べて終わりにしようと思います。なんかあるかな。なさそう。あ、今回はなさそうですね。 OK、 よし、
じゃあ、次回は、チリちゃんにバッチリコ取ったので突撃して、で、その後、ペッパーくんルート行こうかな、と思います。ね、ネモちゃんもペッパーどうしてんだろうって言ってたし。そうだね。特にあれかな、セルクルタウンの先はなんかないかな、イベント。なければ終わりにするわ。やばいな、ポケモンめっちゃ時間泥棒だわ、ほんと。ほんとにさ、なんかさ、このアルセウス方式に変えたの正解だよね、めっちゃ。私は好きやで。さあさあ。まあ、あれだよね、ネモちゃんルート、普通のなんか、バッチ取るルートを進めるんだったら、レジェンドルート。あ、レジェンドルートは、あれか、ペッパーくんか。じゃあ、2個目のバッチどこ行けばいいんだろう。まあ、こっち側ではない、っぽいね。なんか、ないし、マッチ。あ、あるわ。ベイクタウン。あ！なになに、リップさん。超マジックマキアージュ、エスパータイプの使い手、ジムリーダーの中でも上位の強さ、コスメブランドを展開しており、姫塚はモデルとしても活躍、すべてで一流を目指す、彼女は勝負でも手を抜かない。あ、でもあれか、ジムリーダーの中でも上位の強さだから結構レベル上げないと厳しい感じなのかな。よし、マイカ、じゃあ終わりにしようと思います。はい、お疲れ様でした。